さて、それではハイライトで振り返りましょう。森下から先手を取ったのは1回の裏のタイガースでした。ツーアウトランナーは満塁で6番の佐藤輝明、ライトへの2点タイムリー、先に2点を奪ったタイガースです、ね、いいスタートでしたけどもね、はい、ただその裏先頭打者の坂倉に対して伊藤将司一発を浴びます。これでちょっとムードが変わり、うん、相澤ヒットで続いて小園のセンターオーバー逆転ツーラン。この後も伊藤将司はランナーをためてワンアウト満塁で2番手はプロ初のリリーフ西純也。まあ、ここで犠牲フライは打たれたんですが、その後もランナーを返さなかった、4対2というスコアで、はい、行けましたからね、うん、いい投げっぷりでしたね、はい、そして5回です、まあ、糸井がヒットで出たゲームなんですが、ここで近本のセカンド内野安打で中野が帰ってきて4対3の1点差。そして6回の裏ツーアウトランナーなしです。梅野がスライダーを引っ張って第4号のホームランで同点4対4、まあ、コースは真ん中でしたけども低い球でしたからね、よく放り込みましたよね。本当そうですね。しかし11回ワンアウト満塁ノーヒットで、湯根さんこれね、はい、うん、そうなんですよね、満塁というピンチでしたからね。そしてヒーローインタビュー受けた上本のヒット、これで5対4勝ち越し。その後はもう上位打線のつながりを見せるカープ、基地のレフト前タイムリー、そして3番の西川センターオーバー2点タイムリーツーベース8対4。もうね、うん、火ついてましたね、ここのところね。で、梶谷に変わったんですが、マクブルームがセンターの2点タイムリーで10対4。11回の表、一挙6点取ったカープ。タイガースを破りました。今日のレポートは村田正輝アナウンサーです。村田さん。はい、試合後の矢野監督ですが。はい。